こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はチキンスティックの夕飯です。で、材料分量ここに出てます。で、鶏むね肉は半分に切ってスティック状に切っていきます。ちょっとスティックって言いにくいね。棒状に切っていきます。棒状に細長い感じで。これね、鶏肉がまだちゃんと解凍されてなくて半解凍の状態だったけど、逆に半解凍ぐらいが切りやすい。で、半分に切ったあの三角の三角、何このピローンとなった三角の方、そこも細長く切ります。全部細長く切ったら下味をつけていきます。すりおろしにんにく小さじ1からお好みの量、すりおろし生姜小さじ半分ぐらい、お酢大さじ1、酒大さじ1、塩コショウ少々。これをしっかり揉み込みます。で、揉み込んだら15分ぐらいつけておいて、衣をつけていきます。小麦粉が大さじ5、卵が1個、これもまたしっかり揉み込みます。そしたらね、全体がなじんだらパン粉をつけていきます。もうね、私ね、何よりもこの料理の中で何が一番嫌いって、パン粉付けがもう大嫌いです。もうなんか手はボトボトなるし、ほんと嫌で、途中でこれね、パン粉切らしちゃって、デブ症なもんで、食パンでっていうか、食パンをフードプロセッサーでガガガのガーとしてパン粉にしちゃいました。生パン粉だったけど美味しかったです。これもこれで。で、揚げていきます。油の温度は180度設定です。もうね、入れるだけなく、ポン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 掘り込んでいきます。で、ストーブ鍋で揚げるので蓋をします。途中バチバチ大きな音がするけど大丈夫です。静かになってから開けてください。はい、綺麗な色にさっくり上がった。ちょっと油がだれてますね、これね、もうね、油がだれてたけどね、もったいないから使っちゃいましたよ、今日までは。で、次揚げていきます。このだれ切った油の中にもどんどん入れていっちゃいます。はい、揚がった。よいしょと油を切って、はい、今日はこんな感じの夕飯でした。と、最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。